年4月に高知市に開校した花丸日本語学校は、新型コロナの感染拡大による入国制限で留学生を迎えられず、オンラインや現地の学校での授業を続けていました。こうした中、今月から観光目的以外の外国人の入国が一定の条件を満たせば1日5000人を上限に再開されたことを受けて、タイ人の留学生2人が初めて来日し、学校関係者とともに大津市役所